酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。助笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎どなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の助笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。待ちを構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。
来世では誠の武人となれ。鬼人、行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。城育ちの軟弱者め、ね、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。城育ちの軟弱者め、ね、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。冷蔵いわく、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。
お主、なかなかの使い手であった。殿、よく来てくださった。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。無もたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。早く来れば誰も切らずに済んだのだ。ザレ事。
程度で皆に詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。麦谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。坂井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シラの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。助けを請うなら大海村の方面の門にいる僧に頼みなさい。酒井様。カンタ、ここで何をしておる。家族はどうした。無事に生きております。菰田の戦の顛末を聞いてお言いつけ通り大海村を出てここへ来たのです。しかしあの僧が。入れてくれんのか。さようです。俺と叔父上はその昔にここで面倒を起こしたことがあった。だが力になろう。恐れながら期待しております。皆村から逃げられたようで安心したぞ。あれから村へは猛虎に焼かれてしまったのでしょうか。村は無事だ。多少の傷はできたがすぐに修繕できよう。それは良いことを聞きました。ずっと心配していたので。家族のもとへ行け。そうと話してみよう。酒井様、本当にかたじけなく存じます。酒井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。
幾千もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。